さあ本日は D リンクさんのブースへ来ております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 D リンクの小林と申します。本日のこちらのブースの見どころというものを教えていただけますでしょうか。はい、現在ですね、IoT と言われるもののインターネットというふうに言われておりますけれども、弊社のブースではそのインターネット、もののインターネット IoT 時代に向けて、これから管理する機器っていうのがどんどん増えていく時代になると思っています。でそうした中で、管理するネットワーク機器自体もどんどん増えていきますので、そういった時代によりその多くのネットワーク機器を管理できるようなソリューションというものと、よりネットワーク機器単体でのパフォーマンスっていうのがどんどん必要に上がっていく、必要になると思ってますの で、で今回の展示では多台数管理のソリューションと、より高いパフォーマンスのネットワーク機器っていうものを展示をさせていただいております。本日のこの展示の中で特に注目してほしい製品などございますでしょうか。多くの機器を管理できるソリューションとして、ニュークリアスというソリューションがあります。でこれが例えば10台のアクセスポイントですとか、有線 LAN だけではなくって、100台、1000台、1万台、10万台であっても、一元管理できるような、多くの機器を管理できるようなソリューションになってます。導入した際に、メリットとしても、ゼロタッチ設定って言ってまして、クラウドの方に管理する設定ですとか、機器を登録をしていただくと、現地ではLANケーブルと、電源、これを挿していただければすぐに使えるようになったりとか、で導入が非常に楽であったり、あるいはこう Google マップですとか、グラフィカルなモニタリングで、管理者の方は監視もしていただけますので、で設定が楽、管理されるのが楽といったのソリューションになってます。そうしましたらこちらのニュークリアスはどのようなニーズ、企業にとっておすすめの商品になりますでしょうか。例えば多くの台数を管理されるような企業様、あるいはこう拠点の多い、支店が多いとか、店舗が多いといった企業様、そういったところでのニーズが非常に高いです。特に、SNS、Facebook とか Google とか、そういった認証なんかもできたりしますので、他にもこう観光地とかそういったところでもご利用いただくケースなんかも出てきています。各製品のパフォーマンスをパワーアップしたというお話をお伺いしましたが、まず Wi-Fi についてなんですけれども、Wi-Fi についてはスマートアンテナという技術と、あとトライバンド、2つの技術を今回ご提案させていただいてます。でスマートアンテナについてはこれは特許技術になってまして、従来であれば距離が伸びるとパフォーマンスっていうのは無線の場合下がったんですけれども、そうですね、はい、でそれをより距離を伸ばしてパフォーマンスを落とさない。で従来比にすると、弊社測定なんですけども、約60倍近くのパフォーマンスが出るんですね。すごい。でもう一つはトライバンド、でこちらについては、従来 2.4GB のチップと 5GB のチップ合わせて2つ乗っかっているのが従来だったんですけど、今回 5GB のチップを2つ、合計3つですね、チップが増えると、使用できる端末数というのが増えますので、より1台で、収容できる、処理できるデータ量っていうのは、増えるで取り組みを一つやっております。有線 LAN についてはマルチギガビットという仕組みがまずあります。でこちらは従来その1ギガビットの、速度っていうのが通常だったんですけれども、これからの流れとしては今10ギガになろうとしているんですね。ただ10ギガになってくると、オフィスの中とか LAN ケーブルが走ってると思うんですけど、これを全部10ギガ用の LAN ケーブルに張り替えなきゃいけないという問題がありまして、でそれを、解消する仕組みが、マルチギガビットっていう仕組みになってるんですね。でそのマルチギガビットですと従来あったケーブルのまんま1ギガの速度を 2.5 ギガまで伸ばせますので、すごい。そうですね、従来の設備のまんま、それを 2.5 倍伸ばせるっていう、そういったスイッチを今回展示をさせていただいています。
思います。わざわざその張り替え工事とかをしなくてもいいということですね。産業用スイッチというあの製品もありまして、はい、こちらが、下があの、まあ、従来ですね、はい、で0度から40度の、機器が一般的だったんですけれども、はい、それが下がマイナス40度から75度まで、非常にあの広い範囲であの温度耐性がある、はい、あの製品になってます。そうなんですね、だいぶ強度が増しました、はい、そうですね。やっぱりあのこれからこう IoT っていうところでいろんなところにあの機器を設置したいっていうニーズが増えますので、まあ寒いところもあれば暑いところもありますので、まあいろんな場所にこうつけていただけるように温度耐性を広く取ったような製品になってます。はい、